財団法人広島平和文化センターとは、広島平和記念資料館の運営などをする公益財団法人。2011年7月1日現在、会長は広島市長の松井和美、理事長はスティーブン・リーパー。山田節夫市長の構想に基づき、1967年10月13日に広島市の一部局として発足したのが始まりであるが、 これに先行する構想として、広島ルカワ協会の牧師であった、谷本清の、広島ピースセンター構想がある。この構想は、被爆者治療を目的とする病院、被爆被害の研究機関、これにつけ、属する展示施設、世界の平和問題を研究する研究機関を設けるというものだったという。これは後に、広島赤十字、原爆病院。 放射線影響研究所、広島平和記念資料館、広島大学平和科学研究センター、広島市立大学広島平和研究所、広島平和文化センターなどにつながる。理事長には、減水菌、減水協の分裂を考慮して、両団体関係者以外の広島の人を起用してきた。秋葉忠都市長になってからは、広島以外の人間を登用している。 2007年4月23日に理事長に就任した米国人スティーブン・リーパーは同年5月30日原爆資料館を運営する広島平和文化センターの展示内容を見直す検討委員会に中国、韓国などアジア出身の委員を起用する方針を明らかにした。その州について原爆投下を日本の植民地支配から解放したと肯定する。 考えが根強いアジアの声に触れながら、議論を深め、他民族が共感、納得できる施設にしたいと述べた。ありがとうございます。